調べてほしいって俺に？はい。忙しいんだよね。でも現場で拾ってきたものなのに調べないわけには。だけど穂積の許可は得ていないんだよね。はい。まして本部の許可も得てない。さ、帰った帰った。それでも調べてほしいんです。きっと事件解決の手がかりになると思いますから。如月君は結構根性あるね。さすがは穂積の人選だ。お願いします。スケジュール表。え、あ、はい、どうぞ。なあ、ちょうど今日爆破事件の証拠品の分析をすることになっているな。それなら一緒に調べればそう手間は変わらないかもしれない。小野瀬さん、ありがとうございます。まだやるとは言ってないけど。ああ、すみません。引き受けるよこの分析。いや、もし爆破事件の方の分析が終わっていたら無理だって断ってたけどね。如月君は強運の持ち主なんじゃないか。なんだかんだ言って引き受けるんだ。小野瀬さんってやっぱりいい人なんだな。本当にありがとうございました。何の金属だろう。とりあえず成分分析してみるか。このトレイはこれで終わりかな。休憩したら疲れたでしょ。ありがとうございます。冷たくて気持ちいい。その缶コーヒーが羨ましいな。その表情も魅力的だし。うわ、目が離せないよ。ああ、ごめんごめん。そんなに警戒しないで。もう毎回毎回こういう冗談やめてください。心臓に悪いです。これさっきの分析結果、後で如月君に渡しておいてくれる？はい。あれ、この分析結果どこかで見たような。どこかで見た？はい、私これと同じものをどこかで見てます。あった、これです。確かに全く同じ組成だ。これ明智くんが巻き込まれた爆破事件で使われた爆弾の破片だよ。関連のない事件なのに君はよく気づいたね。これが穂積の言っていた君の才能か。もしかしたら君には映像を一瞬で記憶する能力があるのかもね。という分析も興味があるけど後回しにして。偶然と言えるような組成じゃないし、一般的に用途が広いものでもない。明らかにこの2つの事件には関連があるんだ。すぐ穂積に知らせよう。なるほど。如月、そんなことしてたわけ。
さすがに二つの事件が関係あるかもしれないと分かった今、穂積に言わないわけにはいかないだろうし。それはそうね。助かったわ。ったく、後であのガキにはお気をせないと。そんなことしたら俺がバラしたのが分かるだろ。ああ、そっか。さすがにそれだと小野瀬の立場が悪くなるわね。じゃあ締め上げるのはもう少し後にする。とりあえずしばらくは私が知らないってことにしておく。けど如月に報告するとき、彼から私に報告させるように促しておいて。わかった。怖かったですね。穂積のこと？はい、締め上げるとかって。あいつはもともと口が悪いからな。締め上げるって言っても結局は何かあれば自分のところで食い止めるだろう。そうですか。じゃあ如月さんは無事に済みますよね。うん、ジャーマンスープレックス程度で済むんじゃない？すみません、それ半殺しって言いませんか？でも上層部に報告されて左遷されたりすることに比べたらずっといいと思うよ。穂積はそういう締め上げ方はしないから。なるほど。ところで小野瀬さんと室長は付き合いが長いんですか？なんだかよく分かり合っているように見えますけど。付き合いは長いけど仲良くはないから。はあ、なんだろう、不思議な関係だな。それとも男同士の友情ってこんな感じなのかな。さ、とりあえず如月君に報告してあげないと。お願いできる？俺より可愛い子に言われた方がやる気になるでしょ。穂積に報告するようにというのも忘れず伝えてね。私なんかでやる気になるでしょうか？もちろん、男なんて誰でも単純だから。ただいま戻りま…あ、小笠原さん。ああ、そうか。小野瀬さんを手伝っているんだっけ？はい。どうしたんですか？今小野瀬さんはいませんけど。いなくていいよ、用事なんかないから。俺のことは構わないで。え、もしかして寝るつもり？構わないって、勝手に寝ると小野瀬さんに怒られませんか？怒られないよ、いつもそうしているんだから。いつもそうしているってどういうこと？参ったな。あのまま寝かせておくわけにはいかないし、とりあえず室長か小野瀬さんを呼んでこよう。あれ、小野瀬さんだ。誰と話してるんだろう。小野瀬さん、やっぱりいろんな女性にちょっかいかけてるんだな。気づかれないうちに戻ろう。おお、奇遇やな。今ラボに行こうと思ってたんや。お前、なんかあったんか？顔変や。え？おやおや、仕事をサボってデートかな？違います。たまたま廊下で会っただけで。俺がなんでこんな仕事半人前のド新人とデートなんか。仕事とデートは関係ないでしょ。そういや藤森君、穂積が探してたよ。室長は？じゃあ失礼します。君は藤森君とは仲がいいの？時々気にかけてもらっているだけですよ。藤森さん、後輩の面倒見がいいから。そう？
男女間に友情は成立しないと思うけど。そんな、小野瀬さんの方こそさっき。さっき？ああ。あ、いえ、その。なるほど。さっき俺が女性と話してたところ見てたんだ。明日なんですが、急ぎの作業がなければ明智さんの見舞いに行ってきていいですか？明智くんの？ああ、明日は午前中余裕がありそうだから行ってくるといいよ。はい、ありがとうございます。俺も一緒に行こうかな。襲われないか心配だし。明智さんはそういう人じゃないですよ。あれ、その言い方、まるで俺はそういう人ですって聞こえるけど。え、そんなつもりで言ったわけじゃ。継承みたいだし、明智くんも男だからな。ああいうクールそうな男に限って女に手が早かったりするから気をつけて。手が早かったりというのは、やっぱりそれって小野瀬さんのことじゃないのかな。ただいま戻りました。ご苦労様。ご当地パンっていうのが売られてて、つい買っちゃいました。見てください、鹿児島の黒豚肉まん、名古屋の小倉サンド、北海道の練乳クリームパン、大阪のたこ焼きパン。捜査室のみんなにあげてきたら懐かしがるんじゃない。ところで小野瀬さんはどちらのご出身なんですか？どこだと思う？なんでささやく。東京。はずれ。じゃあ島根。はずれ。でもどうして島根？日本で最も美男子が多い県なんです。それは嬉しいけど行ったこともないな。もっと近いよ。わかった、神奈川ですね。正解。じゃあお正月やお盆には実家にすぐ帰れますね。いや、実家はないよ。え、でもご両親は健在でいらっしゃるんじゃ。まあね、でもほとんど会わないから。そうだ、神奈川ということは高校は横浜ですか？いや、鎌倉だよ。海の近くにあって、昼休みや放課後は浜辺で遊べる。青春ですね。でも小野瀬さんと太陽と海ですか。あのさ、言っておくけど、俺だってさすがに高校生の頃からこうじゃないからね。え、は、あ、はい。こう見えても高校時代は剣道部で、それなりスポコンしてましたから。県大会で準優勝したこともあるよ。嘘つけ、バーカ。おい、それは俺が食べようと思ったやつ。どうせ女子マネをはべらせて、試合の時には相手校の女の子を口説いて、そこのヤンキーと喧嘩になっての繰り返しだろう。わざわざ悪かったな。元気そうでよかったです。まあな、もう退院できそうだって話したから室長にそう言っておいてほしいんだが。はい、わかりました。ところで、今ラボを手伝ってると聞いたが本当か？はい。すまない、俺がこんなことになっている間に
そんなところへ売られて労働させられていたとは。復帰したら必ず助け出すから、ちょっと待っていてくれ。待ってます。それで仕事は主に何を手伝ってるんだ？はい、いろいろな事件の証拠品を分析する手伝いをしています。事件って、例の俺たちが外された事件もか？それだけじゃありません。明智さんの爆破事件もありますよ。そうか。分析している中で何か分かったことはあったか？でもまだ他の人には言わないように口止めされているし。さあ、私は手伝っただけですから。なるほど。まあ、部署内でも守秘義務があるしな。うん、隠してるのバレバレってこと。なあ、悪かったな、変なこと聞いて。ただここにいるといろんなことを考えるから、どうしても事件のことが気になって。悪いんだが、一つ頼みがある。頼み？石原がやっていた工場の経営状態を調べてもらえないか？石原って殺害された石原さんのことですか？そう。ちょっと気になることがあるんだ。気になることって何ですか？いや、気のせいかもしれないし、ちゃんと分かったら報告するつもりだ。だから調べるのを協力してもらえないだろうか？担当していない事件を勝手に調べてもいいのかな。でも工場の経営状態を調べるだけなら平気かな。わかりました、調べておきますね。ありがとう。小野瀬さんが言ってたことってまさかね。1時、あと1時間くらいはあるか。ちょっと罪悪感だけど、同じ警察関係者だし悪用はしないしいいよね。でもごめんなさい。石原工業あった。なんて読むんだろう。成平かな。成平工業が主な取引先で。なーにやってんのかな。わっ、君が捜査室から派遣されてきた女スパイだったとは意外だったな。スパイ？違う。スパイならもっとうまくやるだろうしね。どうしたの？そんな情報を引き出して。ちょっと気になることがあったものですから。気になることね。明智くんに焚き付けられた？そんなじゃありません。私はただ明智さんに協力できればと。そういうのを焚き付けられたという気もするけどね。それにここで俺が上に報告すれば君は処分の対象になる。このデータベースはラボの正式メンバー以外は閲覧禁止なんだから。あ、そのことを分かってるのかな。すみませんでした。許してあげてもいいよ。で、何を調べたいの？今さら隠しても仕方がないでしょ。言ってごらん。石原工業の経営状態を。なるほどね。じゃあちょっとどいて。このことは室長には内緒にしておいてもらえますか？黙っていたら何かいいことある？
労働でお返しします。夜8時以降も働きますので。夜8時以降も働くって、それはどういう意味？小野瀬さん、夜しかできないような、そんないいことをしてもらえるなら大歓迎だけど。小野瀬さん分かったみたいだね。しかしそんなことじゃ悪い男にすぐ騙されちゃうんじゃないか。もっと気をつけないと。冗談きついですよ。もう本当困ります。冗談でもないんだけど。なあ、石原工業ってもう倒産してるのか。どうやら主要取引先の成平工業に下請け発注を全部切られたのが原因みたいだね。成平工業、どこかで聞いたような名前ですね。いや、データベース上の記載はここだけだよ。あ、そうだ、写真ですよ。爆破現場の写真を見せてください。ここの看板を見てください。爆破事件のすぐそばなんですよ、成平工業って。君、すごいね。写真をちょっと見ただけでこんな看板まで覚えてたの？普通認識できないよ。なんとなく、たまたまです。たまたまね。ま、プリントアウトするからこれを明智くんに持って行ってあげたら。これ、調べたことです。なるほど。成平工業か。はい。その会社は爆破が起こった現場の近くにあるようです。この二つの事件にもしつながりがあるとしたら、この会社だな。ありがとう。助かったよ。でも、よくこれだけ調べられたな。いえ、他に何か調べることはありますか？いや、来週からは自分で調べられる。退院できるから。退院日が決まったんですね。よかった。そっか。じゃ、来週くらいからは捜査室に戻ることになるね。え？ああ、君は知らなかったんだっけ。穂積と約束してたんだよ。君に手伝ってもらうの、明智くんが退院するまでの間だけって。なるほど、それはそうですよね。ちょっと残念です。ラボのお仕事をやっと覚えたところだったので。捜査室に戻るともう小野瀬さんにあんまり会えなくなるな。でも、あいつの弱みはいろいろ握ってるから、脅して延長させてもいいけどね。弱み？昔は穂積も結構合コンとかしてたからね。その頃のネタを。室長が合コンですか？あまり想像つかないんですが。人聞き悪いな。さすがは地獄耳だね。嘘つくな。嘘。嘘？合コンはお前が無理やり引っ張り出しただけだろう。人数が足りないから頼むって。あれ、そうだったっけ。でもほら、なんだっけ、ほら、美人秘書の西野さん、彼女といい雰囲気だったりもしたでしょう。あのな、覚えてないのか。確かに最初は俺にいい顔していたけど、結局はお前がお持ち帰りしたんだろう。お持ち帰りって、お酒を飲みすぎて気分が悪くなったみたいだから送っていっただけだよ。どうだか。けど合コンで一緒になったからお前とこうやって仲良くなれたわけだし。これが仲良くと言っていいのやら。仲良さそうに見えるよね、表面上は。ここで私に振る。
見えません。よし、穂積の味方をしたな。面白くない。でもまあ、なんとなくお互いに気を許しているのかなって気はします。どういう意味だ。あの、小野瀬さんに対しては男言葉で話すことが多いかなって。小野瀬さんも室長にはちょっと存在な言葉遣いになるし。普通は男言葉で話している方が嘘の姿って考えるんじゃないの。それはそうなんですけど、でもなんとなく室長は男言葉で話している方がしっくりくるんですよ。生意気言うな。お父さんひどい、痛い。まあまあ。ところで穂積、何しに来たんだ。いや、来週明智が退院したらこいつには捜査室に戻ってもらおうと思ってな。それを言いに来たんだ。できればもう少し手伝ってもらいたいって思ってるんだけど、難しいか。ああ、これ以上は無理だな。こっちの仕事も溜まってるし、第一あまりに長い貸し出しは上に睨まれやすくなる。組織人間にとってはまずいか。うるせえ。本当は貸し出しするのがまずいの知ってるだろう。これ以上は言わせるな。延長するのはダメだったな。短い間だったけどすごく助かったよ。ありがとう。いいえ、私は。これで気軽に会えなくなると思うとちょっと寂しいけど、仕方ないな。いろいろ手伝わせて悪かったね。でもまあ、同じ建物の中にはいるわけだし、これからもよろしく。こちらこそ、これからもよろしくお願いします。悪い、遅れて。小野瀬さん、どうぞ奥へ入ってください。まだ乾杯直後だから大丈夫っすよ。小野瀬さん、座布団どうぞ。小野瀬、押せよ。明智君、すぐに退院できてよかったね。ありがとうございます。すみません、ご心配かけて。いや、俺は別に。ただ彼女がすごく心配していたみたいだからね。すまない、心配かけた。いえ、明智さんは被害者ですから。お前、小野瀬さんじゃなくて明智さんが好みなん。まあ少なくとも藤森さんではないってことじゃないですか。お前はいつもいつも一言多いんじゃ。好みちゃうかもしれんけど、小野瀬さんのグラスにお次して。ああ、俺は形だけだから少しにして。え、どうしたんですか。この後また仕事とか。まあ。小野瀬、正直に言ったらどうなの。正直って。いや、大したことじゃないんだけど、実はほとんど酒が飲めないんでね。飲んでも頭が痛くなるから。そうだったんですか。そんな風に見えないですけどね。なんだかいろんな女性とお酒を飲んで口説いてそう。どういうイメージなんだか。昔からそうなのよね。バーとかクラブとかお酒を飲む雰囲気は好きだけど、全くの下校、おこちゃまなのよね。あのな、何度も言ってるが、飲めないわけじゃなくて頭が痛くなるだけだ。はいはい、わかったわかった。おかみ、ウーロン茶持ってきて。下校野郎が来たから。ったく、ここぞとばかりに言いやがって。